それでですね、これから3つの論点について各社さんから補足のご説明をいただくんですが、代表選手以外の9社さんにコメントをいただくとですね、9社 ×3 論点で27と。で、この私が今手元に持っておりますシナリオですと30分以内となっておりますので、そうしますと1社さん1分でも狙ってしまうんですが、まあ、特にコメントをしていただくことが仮になければそれはもうそれで結構でございますので、次の会社にバトンタッチということでも結構でございますし、もちろん力説したいということであれば多少時間があっても結構でございますが、そういう時間の制約があって誠に恐縮でございますが、要領よくご説明いただければありがたいと思います。それでは事業主近接性についての追加コメントからまずお願いいたします。それじゃあずっと北海道さんからお願いします。北海道電力の藤井でございます。それでは近接で評価割引について資料5に基づいてご説明をさせていただきます。まずの資料1ページをご覧ください。こちらは弊社と供給設備と送電状況でございます。北海道の需要は札幌市を中心とする道央圏に北海道エリア全体の約 50% が集中しております。それ以外は旭川、函館、釧路、帯広、北見等の地方都市に合わせて約 20% の需要があり、これらの地域でエリア全体の約 70% の需要を占めております。次に北海道の電源ですが、原子力の止まり発電所や石炭火力の止まり発電所などの大型電源が道央圏を、取り巻くように配置されております。これらの発電所で発電された電気は27万5千キロボルトの、ループ状の、送電線に連結されておりまして、道央圏で消費されるほか、海電の送電線を通って、全土各地へ配られています。この図に、近接性評価地域を記載しておりますが、これらは基幹系統の、末端に、位置する1が、対象地域となっており、省力改善に寄与する地域であることがご理解いただけると思います。次に4ページをご覧ください。今回の見直しにより、対象地域の面積は供給エリアの 65% 程度から 15% 程度に減少しておりますが、近接性評価地域における、当社以外の電源における発電量は増加しており、また、全土需要に占める近接性評価、対象地域の需要量も供給エリアの 30% 程度から、65% 程度へと増加しております。以上のことから、今回の評価対象地域の見直しは、電気の地産地消、交流改善という目的により合致していると考えております。近接性評価の割引については以上でございます。次に、資料の6の1、地方円マスターズサービス。それはまた、次のラウンドいたしましょう。こっちの頭が整理できたんですけど、申し訳ない。それじゃあ、東北さんにお願いします。はい、東北電力の金井でございます。それでは資料5の2に基づきましてご説明申し上げますが、違うところだけ、シートナンバーの2ページでございますが、少しの今回設定しました割引単価につきましては、低高圧電源はキロワットアワー当たり55銭、高電源については44銭、関係電源については23銭ということでございます。次に、ページナンバー6ページでございますが、ここは近接性評価地域の設定の考え方を示してございます。この考え方については関西電力さんと同じでございまして、単位を市町村単位、それから電力電源が不足している地域、それから重要な平均密度を上回る市町村ということでございまして、この結果評価地域についてはこれまでの35市町村から86市町村へ約 2.5 倍に、面積では約2倍に増加しておりまして、その地域もエリア全体に比較的近辺に分布してございます。東海以上ですね。はい、東京から5の3、地域5の3でございますけれども、評価の考え方の参照方式にお答えでございますので、それをいたします。結果だけ、ページ以内現在の県別の位置から見たいと思います。市町村でこの部分これが従来に対する増減が7ページになります。こういう空気に対象になりますのオレンジ、オレンジが今回対象が3ヶ月、紫が3ヶ月、
側の1ページご覧いただきますと、近接性という意味では、全員を通じて、首都圏に回ってまいります、有料庁に、そういうふうに、求心方向に向かっている庁に対して、その先に、今回の調査審査があって、まあ、趣旨に沿った提供になっているので、ね、国に承知をしていきたい。私の方からよろしいですか。ありがとうございます。じゃあ、中部。中部電力の松田でございます。今回の場合は、近接性評価割引だけでしたと、近接性評価割引についてですね、全体的には、まあ、関西電力さんと同じですので、当社独自の事項についてのみ、ちょっと配分させていただきますが、資料の6ページを、はい、6ページでは評価対象地域の選定に関する説明をしていますけれども、地域の選定にあたりましては、当社におきましても関西電力さんと同様に、まあ、発電量が需要量を上回る市町村の対象外とし、その次のステップとして需要密度が当社全体平均を下回る市町村の対象外としております。加えて、関西電力さんと異なるところということでは、第3ステップとしまして、当社ホームページに公表しております系統マッピングにおいて、熱量両面から特別高圧系統の対策工事が必要となる地域を含む市町村を対象外としております。これは系統接続に関わる対策工事が必要となる地域に立地している電源について、割引評価を行うことは制度趣旨と照らし合わせてなじまないと考えているというふうにございます。簡単でございますけど、はい、ありがとうございます。はい、国立電力、資料5の情報です。関西電力さんの報告に付け加えて、実物は2ページだけ、ご覧いただきたいと思います。それぞれの場合は、機関系統の省流を加えまして、富山県に、で今回、県単位だったものを市町村単位で設定したことに移して、青い金が評価対象になっています。あ、以上です。次は中央さん、中央電力でございます。資料5の7の4ページをご覧ください。結果だけ、紹介します。当社の場合、機関系統50万ボルト程度は、山陽側と山陰が2ずつあるという状況でございまして、その需要地近接系の対象エリアは赤く、市町村を記載してございます。需要密度の多いところといいますと、瀬戸内海側の工業地帯、こういうことになりまして、潮流の状況とおおむね需要地近接系のエリアというのが整合の取れたものになっていると考えております。以上です。資料の6ページご覧ください。見直しの考え方ですけれども、関西さんと同じ線というのは市町村ごとに、あるいは発電量や需要量が多く、あるいは需要率が高く、これは全く一緒です。で、最後の1点、電源が電源事故によってネットワーク設備の同居工事が必要なという点と、割引の指示に沿わない場所は除けたというところが違うというものでした。それから実際のところには調子状況でございますけれども、当社の場合の左端のところ、一番西側に岩田の発電所、それから右端のところ、東の端に島川の発電所というのがございまして、50番の背骨で左から右から電気が流れてきて、上司に流れるということでございまして、この状況と、それから上司に設定証拠は、妥当、まあ、合致という状況を示しております。以上です。資料5の経緯でございます。反省の方法案を皆さんにご説明の通りなんですけど、結果だけということで、最後のページ、10ページを見ていただきたいんです。そういう図でございます。で、これ調理図の中で、白い矢印が50万ボルトの省流で、大きさは、大きいものはちょっと大きく、小さいものは小さい調理が流れているということであります。あと、黒い矢印、これが20万ボルトの送電線の調理というものを示しております。これを見ていただくと分かるとおり、近接性評価地域と、まあ、潮流、このあたりが大体合ってるんではないかなというふうに考えておりまして、まあ、今回 の、 近接性評価地域と今の適切ではないかというふうに考えております。以上でございます。では、先ほどご紹介いただいて、資料5の4ページの地域です。割引基本につきましてですが、変更の対象となっております那覇市、これをはじめとして14市町村、これは
なっておりいただければと思いますとなっております。今回の見直しにおきまして、結果が縮小されていきたいと思います。以上です。どうもありがとうございました。テキパクトご説明をいただき、本当にありがとうございます。それでは、離島ユニバーサルサービスに参りましょう。北海道からお願いします。はい、それでは、資料の6と1に基づいて、質問させていただきます。1ページをご覧ください。今回の納豆料金定価については、離島における料金分の32億円から定価料金収入13億円を引いた19億円を離島に渡った取引業が参入しております。これは弊社管内で対象となる離島は契約口数で全体の 0.3% 程度、販売電力量では全体の 0.2% 程度の需要規模となってございます。離島における供給コストより電気料金収入の具体的算定方法については講談のページに記載しているとおりですね。弊社からのはい、それでは資料6の2の1ページに当社の離島を示してございます。今回の離島ユニバーサルサービスの対象地域は当社の場合3と霧島、淡島、鹿児島でございます。続きまして4ページでございますが、結果でございます。国葬料金限界の影響ということでありますが、供給に関わる費用に関しては98億円、料金収入は44億円、従いましてその差額54億円を料金減価、国葬料金減価に反映をしてございます。以上です。ご了解。6分の3の1ページ下の右側にあります、当社の離島上であること、三市地島に加えますが、地上島と小笠原諸島、計11島対象に選出しますけれども、下にありますとおり、75億円マイナス、28億円のと47億円があるのか、これは川当たり2000億円です。以上です。はい。当初は能登半島の時に日倉島この1棟であります。燃料費などで3年平均で8000万円から工場収益700万円としまして、7400万円からそれを2年いたしております。以上でしょうか。それでは、カウンター様、はい。はい、中国電力です。資料6の5の1ページをご覧ください。当社は2つの離島を抱えてございまして、その離島供給に関わる費用と、収入の差分18億円、単価にしまして 0.03 円、これをユニバーサルサービスコストとして計上しています。ありがとうございます。それで四国さんが終わりでない、九州さんが先代表、じゃあ青木と計算にお願いします。当社37年の入場率ですけれども、このうち関東、沖縄本島と連携さんに資料1ページを見ました。本島と連携さんで24分島、これが東京の関係の対象となります。関内の上位資料のところの評価が約 9% でございまして、健康全体を占める離婚の約が突出するということから、川当たりの離婚の差別も相談にいただいています。また図の青い部分で表記しておりますけれども、こちらの周辺離婚につきましては経済構成の観点から海底計画で本当に連携しておりまして、この島については離婚の差別の対象に向かっています。2ページをお願いします。今回の国葬料金の中におきまして、離島給水費等の145億円から国葬料金相当額を除いた離島の電気料金収入78億円を差し引いた年間56億円の里に出されたサービス費等が補足して算入しています。離島供給費等のおよび離島未収入年間費収入の額に差し引いたのについては、今後の提出させたのについて以上です。ありがとうございました。それでは最後の資本の調整機能の件ですが、ちょっと同じ東電さんがご指摘になったのと同種の問題は各社さん皆それぞれに抱えておられて、いずれ2年かそこらのうちには分社せざるを得ないということだと思うんですが、それについて各社
したのはどのようにお考えであるのか、まあ、ちょっと教えていただけるとありがたいなと思います。じゃあ向井さんからお願いします。まず適正な周波数を維持するためにですね、電源に区域の周波数調整機能プランを必要的に行っています。当面はその既存のですね、電源に区域されている周波数調整機能を確保されているということで調整可能的に考えてございます。ただし今後の話ですけれども、将来の電源を取り巻くことで電源の調整、これが変化するということであればですね、こういったその周波数の調整、機能、これを無理を求めることが必要になる可能性というのは認識しております。ありがとうございます。はい、東北の会も今の会社さんとまるっきり同じでございまして、当面は、自社の供給力で間に合う、調整力で間に合うかなと考えていますが、将来においては考える必要があるというふうに思います。中国全く同じです。はい、学生もこのような能力を持ってくれるといいなと今思いました。どんなことでもお前一言で言えって言ったら言えなきゃいけないんだよっていつも学生に言うんですが、もた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 とやりますので、いや、僕見つけたそれ個人的な考えをお話しました。どうもありがとうございました。それでは、ただいまいただきました3つの論点についてのご説明につきましてディスカッションをしたいと思います。いつも通りどなたからでも、またどの論点からでも結構でございます。3つ分けてみようかなと思ったんですが、まあいいですわ、どっかでもいいですからご発言ください。どうぞ。はい、マロイ。じゃあちょっとまとめてからから、そう、ちょっと質問したい。まずは、関連さんが、隣接性情報割引についていただいた、ペーパーについてなんですけれども、7ページ目のところには、まあ、夜間から覗いた理由のところで、見直しを基本的に行えるようになりましたというふうに書いてある一方で、9ページのところを見ると、まあ、潮流に大きな変化があった場合には見直すと、基本的には客層料金が改定と合わせて見直すというふうに書いてありますので、客層料金の改定を機動的にされるということなんですねという、もしくはこれ矛盾していることを書いてるんでしょうかという、質問です。それから東京電力さんも同じくその、潮流改善金属性評価割引のところで、8ページ目 のグラフを用いてご説明いただいたときにですね、その、まあ、全般的に以前に比べて今回 この、区割りが適正だという説明の中で、その求心方向に向かった潮流の改善につながるから、これが適正なんだというふうな言葉でおっしゃったんです。とすれば、そこで抜けているその川崎だとかいくつかのまさに求心方向のところが覗かれているのが、その説明だと合理的じゃないと思うんですが、まあ、どうなんでしょうかと。で、まあ、各社さんの説明の中で、まあ、大きくその、まあ、発電と需要のバランス、それからその密度とかっていうところでこう区切った後にですね、まあ、各社さんそれぞれの理由で、こういうところは除きますというのがある一方で、こういうところは足しますっていうのは全然ないわけですよ。で、もし東電さんの説明がこれ本質であるとするならば、この川崎のようなところっていうのは、まさにそれにのっとってるわけだから、足しますということがあってもいいんじゃなかろうかというふうに思ったんですけど、何か、そうしない合理的な理由があれば聞かせていただきたい。じゃあ、関連さんに見直しのタイミングの点いかがでしょうか。
資料上ですね、あの今、パロリーおっしゃった通りの状況が来ております。まあ、やはり潮流上で大きな変化があった場合にですね、あの評価値を見直す必要があるというふうに認識しております。で、私あの、その評価の見直しの結果ですね、やはり、タクト料金の影響があるということになりますと、これはあのやはり、会計と合わせて実施するということでございます。まあ、その両面がございましてですね、まあ、資料上書かせていただきます。で、そうなりますと、約款にこう、まあ、評価値を規定するということになります。その場合のですね、手続きをこういかにこう機動的に使うか、このあたりもですね、この辺りをご検討いただきたいなというようなことでございます。皆さんは、まあ、分かってるのは分からないようなお話だったが、まあ、これは我々のことで議論しなきゃならない論点では確かにあるんですよね。じゃあ、どうですか、8ページでご説明しましたのは、この3テーブルとは別の観点から見た場合にというご説明でありまして、3テーブルはあくまでも需要密度が平均より上回っていないか、それから発電力が需要を上回っていないかという、その2つの基準で算定しました結果、川崎を見るということも、確かに基幹計算の推進力に対しては、効力があるかもしれませんけど、他の電力さんに一部ありますけど、系統部分に非常に制約があるという地域を除いている会社もあります通り、弊社でこのパーセプティックというところにも不安ですよ、激しくて、ちょっとした電源を追加する方法を見ますけど、受けたの系統情報資料があります。そんなことから、そのルールは設けておりませんけども、結果してこういう、観点からも、除外という、結果になったという、もう一つ説明を加えますと、その中にも合致した結果になっています。その両面で、まあ、この非接性という問題を盛大に説明できるのではないかと。ちょっと今のジャスティフィケーションは、もう一回我々の中でダイジェストしなきゃならないような気がしますから。じゃあ、とりあえず、続けてください。あと1つ2つですけれども、東電さんが出された、調整機能を組み合う見解についてというところで、25万キロというその線引きが出てきていて、でその説明として、合計発電機容量の 90% 強だからというようなことで見たの受け取ったんですけれども、この 90% 強ということ自体にそもそも何か意味があるんでしょうかと、これが 90% 以上であることが大事だということが、何か合理的な説明があればお聞かせいただきたいと思いますが、それから当然東電さんは、まあ、大きな発電所を中心に持っていらっしゃるから25万キロって言ったら、それはもう自分たち自身ももちろんやっていらっしゃるんですよねという確認はちょっとさせていただきたい。はい、はい、すいません、最初に申し上げたことになってしまうんですけど、当社の基準で25万キロと並べた場合で、今、セリフを伺うで、この基準を、いや、それで今おっしゃったのは、その定額出力合計していって積み上げていって9割となる、その9割っていうのは何かこう技術的に意味のある数字なのかっていう、そういうご質問だったと思います。8割、9割ないといけないか、8割、ええ原発は不足だと、まあ、細かな議論になりますと、どうかというふうに思いますが、この6ページとか8ページになりますと、台湾の発電機はやはり、出力過程をこう睨むということになりますので、ですから、なるべくそのところに参画してくる発電機には、この調整機能を持っていただきたいということであります。仮に、これを20万キロとか10万キロとか、取られていきますと、やたらに、手間と費用がかかるばっかりで、かえって効果を得られないということで、ね、当社が今実施している範囲と同じ基準でいけば、それを全部確認していただけたらしいと思います。そうすると確認ですけれども、自分自身で線を引いてらっしゃる25万キロということに意味があるんであって、9割というふうに特段意味があるわけじゃないんですね。ただ次
み合わせてみると9割になるから、まあ、9割ならほぼほぼ安心なエリアだというふうに、まあ、少なくとも直感的にはお考えなんじゃないかなと拝察したんですかね。分かりました。25に意味があったんだな。はい、じゃあ、みなみ先生かな。はい、お願いします。親切で、はいはい、まあ、質問というよりは意見とか談話の整理、はい、入力の論点表の通り、いわゆる一番何でしょう、スライド27、資料4ですね、資料4、資料4の27、はいはいはい、結局この当社が別途定める地域という表現が、まあ、ギリギリ言うと、あの電磁棒の不足の 92.3 の、 その、算出方法を適切か適正かつ明確に定めているのかどうかというのは、まあ、ギリギリ言うと、そうですね、はい、でその当社が別途定めるというのは、まあ自由に認識しているような感じになるけど、ただし基準が非常に明確で一義的に 誰も答えさせるのがつまりかという考え方もあるんだろうけども、ここで議論になっているように一体ここは入るのか入らないのかとか、それからもろもろ難しい地域を考えるの難しいものであるということから言えば、さすがに自由に認識するのは難しいだろうというのが多分皆さんの感覚、整理しています。でその理由としているところの機動性と、先ほど丸尾先生がおっしゃいました、機動性は分かるんですけれども、他方でおっしゃる通り、まあ、頻繁には見直すつもりはないというふうにお書きになっている方々の電力会社の本部で、まあ、そうであれば約款で加えて発送料金の改正と原則、まあ、原則って書いてあるのと違う場合もあるので、原則一緒に行いますということであれば、まあ、約款に書いて認可、いかからしも、まあ、さほど問題はないのではないかと。加えて、その割引単価の方は、別表になっていて、別表は約款の一部です。そうすると、割引単価を変えるときは必ず認可が必要と。ということであれば、特段約款に、その当社に定める、当社の単価と定める時期と、というふうに委任状を残さなくて地域を特定しても、まあ、それほど普通の方がないのではないというふうに考えます。で問題はそれを、まあ、そこそこ機動的に行えるかどうかの制度設計の話で、これはまた別途考える必要もあるかもしれない。料金とともにその解説があれば、まあ、もしかしたら銀説で割引地域だけを変える時もあるかもしれない。そこをこのような委員会をまたその外を開いてというところをどう考えていくかというところがポイント、はい、以上です、はい。まあ、おそらく完全にある、ね、地域の指定を約款外にするということは、つまり経済産業大臣に認可外にする、それはなかなか難しかろうっていう矢井先生のご指摘は、まあ、同様的には、まあ、まあ大体そうだろうという気がしますね。ただまあそれとその柔軟性というか速度性というかそういうものとの見合いだから、これは我々の中でもっと検討しなければならない気がしますね。はい、ありがとうございました。辰巳先生どうぞ。できるだけ小さな区域にといった時のそういうふうな具合までを
って何だって税金だって何だって共通でお支払いしているわけで、例えば川崎市に住んで、私は川崎市民なんですけどね、あの北の方に住んでいる私はあれを受けて南の方にお住まいになっている方はね、あの、まあ、わずかに消費量の料金が違うっていうのをね、あのいいのかなっていうふうに単純にだからその、まあ、考えただけなんですけれども、で、あの、そういうのをどのように考えてもらえるのか、まあ、でも他の区はなんか、あの、区ってこと言ってるようになかったので、どうなんでしょうねという、ちょっと考え、あの、提案ですけど。これは、誰が考えたらいいのか、つまり誰が考えたらいいのかっていうのは、僕たちはね、ルールを適用する立場じゃないですか。自分たちでルールを作るっていうことは、まあ、極力避けたいと思うわけですよ。問題はじゃあルールがあるのかということだな。で、これはあのさっき泉井課長からご紹介いただいたが、法令は、まあ、会計規則なんだけど、これはもう ほぼ何も決まってないのと同じで、市町村っていうのはその制度設計ワーキングで出てきた話なんだが、しかしそれも文言は例えば市町村と書いてあるだけの話じゃなくて、必ず市町村だけではならない、もっと 広くてもいいのか、もっと狭くてもいいのかっていうのも、これが分かんなくてですね、僕らがその適用すべきルールの中身自体がどうも確定していないんですよ、していないような気がするんです。そこから先どうしたらいいかな。あの、徳田さんは何かその、それについてさらにその自治体の中の行政区、まあ、ということはあの23区の方じゃなくて横浜市や川崎市ということですが、その中でさらに例えばその川崎とか鶴見とかいうふうに細分化しようというのはもともとからの考えであったことです。すいません、あの、私どもでいろんな物事を考えるときに、やっぱりどうしても行政区、独立選定区についてはですね、一つの市町村と同様な扱いで動いておくと思います。その関係もあって、市町村とワーキングの市場には、おかけしたいと思いますけれども、あの、感覚的には当然市区町村という感覚で使って、ようございまして、あの、どこがということでなく、市区町村と対象として。それはもう、当然そうだけど、自然こそそんな感じっていうことですか。あの、これはあれなのかもしれませんが、あの、ですから、おととしではもちろんあの市単位で物事を考えるということもございますし、あの、現状のところに直しますと、それぞれの千葉側もそうですけども、それぞれの行政区を市で捉えた場合には、かなりあの電源との関係も含めて、重要電源との関係もそうでしょう、加工性というのは大きくなってしまうかなというところは、現在正直に思っています。当年の考えは、あの、あれですかね、政令指定都市がいくつもあるから、これは結構一般論として跳ね返り大きな話ですから、ちょっとどうぞね。横浜からありません。相模原市もそうですね。ちょっとあの、あれがあるでしょ、あの、埼玉市があるから。だからね、ちょっとさっきの話も続きなんだけど、そのルールがはっきりしてないんですよ。といって、我々はね、ルールがはっきりしてないから、その適用が分かんないから、分かんないって投げ捨てるわけにいかないので、暫定的にもせよ、とりあえずはこの考え方でいこうというのは打ち出さなきゃいけないので、それはちょっとあのご相談しなければなりません、皆さんに。はい、そういうことです。あの、とりあえずは我々 の個別審査でやります。はい、いや、はい、ただ、まあ、自然な感覚として、うん、やっぱりあの市町村って言われた時、私なんかは区は入らなくて、まあ、東京は市区町村の区だけれども、川崎区の区は違うからね。だから川崎さんがもう市として、あの、横浜も区だけで、相模原もね、それはあの一つの市区町村でやっぱりやるっていうのは、まあ、市民、住民の側からすればね、あの、自然な感覚で、あの、ね、なんかネットワークを利用する人間としては公平なのかなっていうふうに、ちょっと、いや、つまり、あの、あら、あなたそこに住んでるの、そっち高いわねとかっていう、そんなつくまいでさ、まあ、あの、たまたま市区町村的にね、切られれば仕方がないとしてもですね、ちょっとなんか、よく言おうなって、わかりますよ、私の感覚で。いや、それはあると思います。うん、あの、十分ある話じゃないかな。ちょっとそれ話あります。いいですか。とりあえずあの、個別審査でどっちみち結論出さなきゃいけないと思ってましたので出します。小島さん、すいません。お待たせしました。はい。その次松村さん。はい。一面の意見、近接割引です。これあの先ほど来のように制度の安定性とか予見可能性と機能性の両者の比較効力もあると思いますが、こういった
った事業の性格から考えると、私は予見可能性というか、事業前提を非常に安定的に置くというか、非常に重要なことではないか、そんなに今日、明日で、設備投資を変えられるような話でないので、重さは機動性よりはある意味で予見可能性が非常に重要になるのかなという。ということで考えますと、この約款であったり、明治性が非常に高いプロセスが非常に重要なのではないかと。これが一つ、はい、ちょっとお聞きしたいんですけれども、ちょっと私の技術的によくわからなくて、東大さんの就活の調整機能で、8ページ目の8ページのところで、はいはい、使用の話ね、はい、機能使用というようなことで少しコストについてご説明が書かれているんですけれども、はい、上の方にこういうものの追加コストは原則考えられないと。で、現実にこの機能のためにかかられるコストというのはここに EPC 受信を応答させるため運用というようなところで、まあ、数百万というようなことが書かれていて、これ以外にはだいたいボリューム感としてどのぐらいのコストが投下されると、なぜこれがコストなんでしょうか。どうですか。単位は数百万となっているんですけど、ね、その上の通りにとどまると、そもそもこの機能に対するコストというのは数百万と、はい、それってあれですか、中心に関わるコストですか。それとも何かこうまた素人がすごいバタンでちゃう奏者みたいな、例えばそのタービンのね、なんかそう補強しなきゃいけないとか、そういう話はとても数百万円使わないと思うんですが、どんな感じなんですか。最初、弊社が保有しております石炭ボイラーなんか、ボイラーの肉厚はですね、3% の調整力に対応するためのハッチングを持っております。これを今回の入札、外国の入札の時に、検討しますと、何億も大丈夫になるということで、石炭をやめました。で、通常のなしでも一番という意味でですね、そのボイラーの肉厚ですとか、発電機本体とか、そういう使用設備に影響を及ぼすのでやめようと。ですので、ちょっと通信の搬送機とか、そういうアクセサリーということで、このお話は数百万の追加コストを要請するということで考えてよろしい。25万超とかについて、はい、なんかその25万とかっていうか、入り子なんか、いや、それはさっき丸さんの話で、いや、分かるんですけど、まあ、ことが数百万だとすると、いや、他でもいいじゃんって言う、まあ、なんかなんとなくそういう感じ、いや、僕らはそんな気は気にしない、したりしてということが一つ分かりました。これ数千億の 0.01% っていうのは数百万の方が正しいんですよね。そうでしょ。そうですね。数千億の数百万だと、もっとゼロがないといかんって言いたいんでしょ。いやいや、数百万が正しいんですよ。そういうおっしゃられ方ですよ、ね、私の性格が悪いように聞こえるのに、数百万を確認させていただきたいということで申し訳ございません。いや、僕はそこまで数百万、いや、こういう形で禁止だけど、数百万ってのが偉いな、すぎちゃんって思ったの。いや、僕もそうだったんで、いや、今のご説明でそれなりに分かりました。はいはい、とりあえずいいですか。はい、はい、じゃあ、松井さんと夏風何かですか。野田さんも、あそこ分かったかな、発言用にね。今お待たせしました。先に今出てきた調整のことをどっちかというと例外になるんですけど、はい、先ほども正しくご指摘になっていたと、後からやるっていうのとあらかじめやるっていうのでコストが全然違うということなので、仮に今後25万を変えるとかっていうことになったとしても、訴求はしないように、それで逆に言えば変えるのであればできるだけ早いタイプです、優先するようにぜひお願いします。で、同じ意味で他の電力会社さんも対応が遅れた結果として訴求が必要になったなどというようなことは絶対ないと思うんですが、そのようなことを決してないように、これからつなぐものを
というのでお願いします。で25万についてはおそらくこれは系統規模によって変わってくるんだろうとは思います。他の会社さんでは15万にしないとやっていけないから当然あり得るとありますからこの東京電力さんも、まあ、全て基準にする必要はないと思いますが、まあ、できるだけ早いタイミングでこういう形で入れようと思っていますということを言っていただけると新規参入者も対応しやすいのではないかと思います。それからこれは経産省さんへお願いという関心会社にお願いなんですが、この東電さんが示したこの仕様っていうのは僕聞く限りでは極めて合理的な気がするのですが、新規参入者の立場からしてこれだとこんなコストって全然済まないとかっていうようなことがもしあったとしたらぜひそういう意見を新規参入者の方も寄せていただいて、それでまあこれが適正なのかというのをこの委員会でその実質的な要件が本当にこれで正しいのかどうかっていうのは何でも難しいと思うので、もし本当にそういう要望があり実際にチェックした結果として最もだということであればぜひ、まあ、そういうことなさそうだという印象ですが、で次、まあ、より問題よりある自分地近接性のことなんですが、まず代表して関連さんが説明してくださったんですが、資料5の6のスライド8のこの2分の1の説明、はいはい、むしろ僕はこれを読んで分かった委員って誰かいますかっていうのを聞きたいっていうか、私の方法能力がないから分からないだけなのかさ、ちょっとこの説明いくらなんでもひどすぎるかっていうことなのかっていうのは、その本店さんにもう一度よく考えていただきたい。これ本当に分かっているんだろうか。でもまあもうそれ以上いません。どうしてかというとですね、他の電力会社からの説明は、まあ、もうちょっと分かりやすいっていうかですね、例えば東京電力さんの資料5の3のスライド5の最後のポストというのを見ると、まあ、何を言いたかったのかなっていうことはおぼろげに分かる気はするんですが、まあ、もし同じことを言っているんだとすると、基幹送電線といっても50万と27万5千円っていうのがあるとすると、この、ロスだとかっていうことを考えるときにより上位の系統のロスっていうのをロスの改善効果っていうのを見込んでいる。したがって高圧低圧であれば特攻以上のところで、特攻であれば基幹送電線込んでこうやっているということを、この類推からすると50万と27万5千分けて、27万5千円でやっているところはそれよりも上位っていうところは50万でしょう。だから、全体27万5千円含めて全体じゃなくて50万のところというのに対する削減効果があります。そういうことをひょっとして言ってたのかなというふうに、おぼろげに分かる気はするんですが、しかしこれやっぱり全く分かる、その説明仮に今の理解が正しかったとしてもこの説明全く分からないんです。まず全く分からないっていうのは、より上位に見てたのはロスの話ですよね。で、ロスの話だとするとおそらく50万と27万5千だったらコストが大体半々ですって言われてもロスの割合半々ですって全く何の関係もないわけで、大体半々なんだから半分ですっていう説明で全くわけがわからない。でただこれは、多分もし本当にロスっていうのを考えたんだとすると50万の方がロス小さいでしょうから2分の1よりはもっと小さくなっていくという格好になってくると思うので、まあ、最大見積もってっていうことなのかなとも思うんですが、一方でこのコストってやってるんだとするとコスト直接出てきたの建設費ってやつ。で建設費のやつはより上位のものの建設費の節約っていう格好になってないわけです。特別高圧の高圧も同じ、割引になってるはずだから、こういう発想の仕方ってなんか根本的におかしい気がして、したがっていずれにせよ、ここの説明で2分の1になるというのは私には今までに全くわからないというので、これで、それなりの合理性がある、一定の合理性があるちょっと私には受け入れがたい。で もし本当に合理性があると信じているならもうちょっとちゃんと説明をお願いします。でしかし
じゃあ、家に詰めてどれぐらいが合理的なのかということを言うと、とても難しいだろう。で、私はむしろ2分の1って言ってくれたことは高く評価すべきなのではないか。昔の電力会社さんの、堅くなな発想だと、ここのところはよくわからないからゼロって安直に言って、基幹送電線のところはゼロって言いがち、昔にはそう言ったんだろうなというのを、もうええやっていうので、それでもゼロっていうことはありえないし、しかしフルに見込むのは課題だし、もう2分の1っていうので、やってくれたということ自体は、あんまり責めるべきでもないし、結構責めてたじゃないですか。家がよくわかんない。でもまあこんなざっくりでもやってくれたということは、それはそれで評価すべきなのではないか。ただこれぐらいざっくりやるって柔軟な発想があるなら、他のところでももう少しざっくりした発想でもうちょっとやれることがあるんじゃないかなと思います。次、やはり、潮流改善効果、基幹送電線の潮流改善効果というところに関しては、関連さんの説明ですけど、私は全く納得できません。確かにその需要単位のところで見ると、増設っていうのが必要になるっていうのが、確かに分かることは分かりますが、しかし一方で、長い長い基幹送電線の、潮流改善するだけでなく、投資を潜在的に削減できるという効果は全部としてあるわけで、この効果を完全に無視する。一体どういうことなのかというのは依然として分かりません。で、他のところでも、投資削減効果というのを考えていくのに、なぜここだけ、その市町村単位での、最後 のところでの流れだけを判断して大きな流れというのを考慮していないのかさっぱり分からない。例えば中部電力さんで上越火力というのが、上越火力というのができた結果として、私は電源のバランスはとても良くなったと思います。あの投資はとても正しかったと今でも思っています。じゃあ上越火力っていうので、その近傍で中部電力さんの管内で需要がたくさん出ていて、それで、外に流れてないなんていうことはないわけですね。当然外に流れてるわけですよ。外に流れてるんだけど、あれはとても重要な電源で、全体の潮流っていうののバランスを整える点ではとても重要な電源で、仮に新規参入者がやったとしても、あの地域にもし中部さんの上越火力がなかったとして、それは、区域外だったとしてもなかったとして、あそこに来たらとてもバランスが取れるということになったときは、それは当然エンカレッジすべきなんですよ。だけど関連さんのあの理屈からすると、その船木君のところは当然追加の投資が必要でしょうということだから、そんなのは調理改善効果がなく、そんなところに投資を、誘導するというのはおかしい、そういうことの説明の中で、私は全く納得がいかないというので、私は今回のは、大きな進歩はあるけれど、やはり基幹送電線の割引のところはあまりにも不可減すぎるというか、全体の、効率性という観点から見ても看過できないほどまずい問題があるのではないかと思っています。で、ただ、悪口ばっかり言ってますが、しらばっくれれば多分今回建設費だとかって一切反映しないとかっていうやり方も可能だったのかもしれないけれど、きちんと議論を踏まえて、基幹送電線の投資のところを反映してくださったということもあるし、だから高圧での割引料金、これ私も全くまだまだ不満なんですが、どうして特別高圧の、建設費だとか、あるいは固定費でも減価償却だけでなくて修繕費だとか、そういう類のコストの割引はどうしてないのかということは不満は不満なんですが、ただこういう形で固定費っていうのをきちんと入れて、高圧と特別高圧を分けるっていう英断をしてくださったということは、また高く評価してすべきだと思います。いずれにせよ、この基幹送電線あるいは特別高圧のところの割引、あるいは割引地域の選定は、これが合理的だと私は到底思えません。はい、ありがとうございました。やっていますかね。2分の1問題はについては何か追加的なコメントをしていただける方いらっしゃいますか。まあ私の認識では、まあ何かの数字は作られるんだけど、まあ2分の1くらいで、まあ腰が下がれたのであって、でそれはそれ自体に合理的な根拠がある。ことを説明しろって言ったらそれできないんだけど、じゃあお前はどうやって考えればいいと思うんだって言われると、これもないっていうところで、まあ、なかなか難しいですが、なんか電力各社からだと、もし、どうぞ、はい、どうぞ、はい、今の、よくわかります。私実は疑問を持ったことは今までの話が、そういうことだったので、
それで追加的に発言させていただきたいんですけど、はい、あのそもそもあれですよね、利用者建設割引の目的自体がはっきりしていないと思うんですけど、今おっしゃったような形でね、投資、要するにその機関の大きな長潮流をその改善するようなインセンティブにするとか、あるいは今回市町村別になったので、そういったその、なんていうんですか、機関送電線みたいなもののインセンティブで、ね、そこらでどこそのバランスどうするのかっていうことをはっきりしてるんです。それで、そもそもあれですよね、今ここで割引を、割引の計算として、ロスとそれからあの建設費入れてきたということは、計算なので長期の概念を考えていて、長期の概念でこれだけ費用が削られたから、これ割引関してそういうこと。もしそれ、もしそうだとすると、やっぱり投資のインセンティブとして考えなきゃいけない。でそうだとすると、おっしゃったように、基幹送電線の問題と、それから、もうちょっと下の、なんていうかね、電圧が低いですね。でこれと、その地域の捉え方で、これって今ものすごくバラバラになっていて、目的をちょっとはっきりさせて、計算式もしなきゃいけないんじゃないかと思います。ただ、資本費用がどれだけ節約されたかっていうのを、計算するのはものすごく難しいので、それは今回提案されたようなやり方しかないかもしれないけれど、今おっしゃった2分の1問題は、要するに感染系と、それから地域系の、そのバランスみたいなものを、もうちょっとそのデータとか何かで検証しないと、出れば、もう少し出てくるんではないかなという感じはします。資本費用の節約だと考えるから、あらあらを言えば、減価償却にかける一定の係数、K みたいなのをかけて出しましたということになっているわけだけども、その根拠が何であるかは、はっきりしません。でそのもともとのはっきりしない理由は、多分山本先生今おっしゃったように目的をはっきり定義してない ということだろうということは私の中にもスースー分かって、しかしそれは我々の委員会のマターじゃないので、美濃は病院にお願いします。ただごめんなさい、ね、もう一つ追加で、もしそうだとすると、その通信設定みたいな話だとすると、さっきおっしゃるように、なんていうかな、手続き上面倒くさいってのはあるんだけど、だけど投資の問題なので、安定的に固定しておいて、それでその投資の判断をするというのは必要なので、さっきの議論から言うと、その手続きの問題は分かんないけど、戦略的にすぐ変えるような接種の方ではないというふうに。そういうことないですね。それは目的をそういうふうに考えればそうなんで、それはぜひ親委員会でインテンスしていただいてよろしくお願いします。青木さん、どうぞ、ね。建設性の話が出てるので、合わせてちょっと予期したいなと思うんですけど、中部さんでもいいですし、四国さんでもいいんですけど、不足地域で需要量が多いところで、なおかつ、密度がある程度超えてきてという話があってですね、あるんですけど、それでただ四国さんのところ最後にですね、マッピングの中で、すみません、6ページですね、資料の5-8の、5-8の6ページの見直しというかですね、その中で、四角い箱の真ん中に一番下ですね、系統マッピングにおいて熱融の面から特別化学系統の対策工事が必要となる地域を含む市町村は除外してますと。で実はこれ、我々の、発電所を作るときに当然、アクセスする送電線については当然工事単金全部取られるんですけど、あと今、今度の制度改革によって上位系についてもある大分の負担をするルールが今できつつあるということでやってるんですけど、熱融面から特別パーツの対策工事必要な分は僕ら負担するわけですね、これから。でこの言ってるこの言葉の意味なんですが、我々が負担することで、その対策工事は出来上がった後の話と、それによってできた電源が、需要地建設線に用に供している場合であれば、それは一つ別の問題で終わっている話じゃないかなというのがこの文章読んでて思ってたんですが、まずそれのところはどういう考えで整理されるのかお聞きしたい。これ中部さんも同じなんですけど、はい、じゃあまずは四国さんから向こうの資料6ページのところをお示しします。基本的には
もう、我々18万の存在線がもういっぱいいっぱいあります。でそれ以上電源がくっつくと18万の大きな東京が出ます。したがってそういったところに電源を誘導する、まあ、インセンティブを与えてまで誘導するのはいかがなものかという意味合いで考えます。ですから100回目の負担をしていただいて経口状況の費用のを負担していただけるんですけども、それは 100% かどうかも分かりませんので、そういった意味合いでインセンティブを与えることのものではないということで除外という考え方でございます。結局除外されるでしょ、はい、要するに奥さんがお聞きられたことはそういうことです。そういうことです、はい、中さんのお考えは、まあ、私は一緒に一緒なので、まあ結構投票するなどの投資が必要だということで、まあ、マーケティングを示していることになると思いますから、まあ、今日からここからは除外をさせていただきたいと思います。除外すると、要するに簡潔に言うと、こんな大きな、まあ、発電所を作ることによって、こういう上位系統、18万とかの系統の負担をどうせできないだろうと、そういうことをおっしゃっているようには聞こえるんですね。そういうところには我々発電所を作るわけないし、それでは、まあ、作るわけないから、まあ、いいのかなという、そういうふうには聞こえるんですけど、まあ、結果的にはそういうことになるというふうによろしいんですかね。どうしますわざわざインセンティブをお示しして誘導するまでのものではありませんよということであって、できないだろうと、そんな話は全くありません。ないですわ、はい。そういう意味ではですね、同じように東京電力さんの同じ資料の 5-3 ですね、はいはいはい、で今回の中にも横浜問題があるんですけど、はいこれも一緒で6ページですね、はい、同じように今後電源の連携により、四角の下ですね、今後電源の連携により、電源型地域となる可能性がある地域を除外しましたというのはそこの、横浜の話だと思うんですが、はい、これはいろいろさっき東電さんのお話があって、ここに電源がもしできると、非常になんかいろいろ上位系の調整が難しくて、場合によっては上位系の系統の色増強がいるのでここは除外したいというような感じで聞こえたんですね。まずそれは正しい解釈というか、まず今がですか、今の2つ目のところはですね、2つの指標だけで仕分けをしておりまして、それがトータルとしてという意味で河川の利用材料を今後で密度 と、電源の需要の部分だけで単純に仕分けをしました。それはこの実験になっています。なのでそれと別の指標でですね、もう一つ横浜成田になるという形では仕分けます。ということはこの河川の部分の話は横浜とは関係ない話、全体にかけ変わってる話だという形で、じゃあ横浜の話は何がありますか。今横浜さんの話は、2つのこのところでは引っかからないだろうと僕は思ってるんですが、じゃあその最後に除外された理由というのは、何でしたっけ。その2つでしか除外部分は設定しておりません。じゃあ今言われたその、横浜の方は鶴見区でしたっけ、はい、そこはこの1番2番でも鶴見区は1番2番で、あ、そういうことですか。だから鶴見だから外したわけじゃない、その結果的に運営をしていたら結果的に外れましたっていう、結果的にそうなったという、電源が多いから、うん、多いのでそういうことになったということですね、うん、分かりました。はい、それとは別にもともと内在している課題として、先ほど上田君の方から申しましたのは上位系、北向け全体としての流れの話と、それから不満感に作っていったこのレイヤーの話をどういうふうに調整していくかっていうのが傾向全体として正直難しいところがあるというのが私の識見でございました。加えてということもあると、そして最後に東電さんの周波数の件なんですけど、発電機への、調整機能なんですが、変えてることはごもっともで、これからこういうのが必要になるだろうというのはこの資料でよく分かるんですけど、まずですね、東電さんだけがなぜ今こうなっているかという話の中で、周波数調整機能、今日はいろんな、朝の立ち上がりとかこういうのも変えてありますけど、基本的には周波数調整の話だと思っているんですが、
東電さんのところの、まあ、いわゆる50ヘルツ系っていうのはそんなに今荒れてるかっていうとそうでもないような気がするんですね。でそれなのに今これでどうしても乗せたいっていう話があって、なおかつ万能電力会社さんが今はいいよと、まあ、そのうち来たらやりましょうっていうのお話だったので、随分温度差があるなっていうのが一つありまして、で東北さんに至っても同じ50ヘルツでないとおっしゃってると、まず一つ違和感があると。だから二つ目にですね、まあ、25万以上ならやりましょうって話はいいんですが、その費用のことなんですけど、先ほど言いましたその8ページにあります、数百万円ですね。これ本当に数百万円だったら我々は嬉しくてですね、これができたら全部数百万円だけの費用でやりたいんですが、メーカーさんがですね、いやそんな金ではできないかどうかっていう話はこれがあると思いますので、例えばDPC の話もそうだし LFC の話だけど、例えば今通信機能とかなんかそうなってくると、CDT とか使っておそらくやると思うんですけど、信号のやり取りがあるんですけど、実際の受けた変電所側の方のガバの方の入力の方にいろんな周波数の調整だとかいろんな、要素を入れながら調整するということになると、そんな数百万でできる機能とはまずちょっと考えにくいので、これは東電さんが負担すればそうかもしれないけれど、受ける側の方の発電者側の方はおそらく別のコストが出てくるんだろうと思うんですね。その方はちょっと違うような気がするので、そこはもう一度ちょっと調べてですね、こんな簡単なもので、もしこれだったらメカさんいいよって言ってくれば我々ハッピーなんですけど、それはもう少しですね、ちょっと乱暴かなってなるので、ここは少し、考えていただきたい。だから 0.01% とかそういうのはちょっと違うことがあるのでお願いしたいと。それがまあ戻りますけど、本当にその周波数の調整が苦しくてですね、どんどん大変なことになっているかどうかということもこの資料では全くわからないので、少しもう少し丁寧にですね、こういう状況なのでこういう機能が絶対いりますというのをもう少し、定量的にお話をいただくと大変説得力があるかなと思います。以上です。どちらも重要な点と思いますが、今の段階でもし何かコメントしていただくことがあればどうぞ。この首をお願いするのは技術的に慣れているとかそういう系統の状況になるということではなくて、来年の4月に分社化をいたします。私どもの発電会社は1電池事業所、我々は別の会社の総配分です。そうしますと、発電事業者、発電事業所なりに東電グループというのをいかにコストを抑えて合理的な仕様で発電所を作るかということに放置します。で協議しておりましても余計な機能も全部排除してくる、こういうふうになっているんです。これはちゃんと社内といえども無理した連携を整備していかなければならないなというふうな状態に立ち至っておりますので、技術の問題というよりはこれからも中間を迎えて競争力を発電事業者としてもお持ちになる必要がありますので、必要性というのはきちんと。今の話はじゃあそうすると技術的な話ではなくて、よりタクソ料金を下げるためには大分のそれで発電事業者の負担をすべきだという発想からお願いするという意味ですか。あ、分かりました。そうすると他の電力会社さんも同様のことを、だからさっき伺ったんです。どっちみち分社しなきゃいけない、さっさとやっていただくのがタクソ料金を上げない方法としてはあるのかなという、そういう結論と考えてよろしいですね。会社学生さんもそれぞれの調整力を合理的にお持ちなんですけども、社内取引ですので対外的なタクソ料金というふうに仕立てる必要はまだない。ありがとうございました。それと費用、まさにさっきもちょっと会社さんと言ったけど、本当に数百万なのって、いや、まあ、これは言ってもしょうがない話なんですけど、なんか安すぎないかっていう疑問がやっぱりあると思うんですが、どんなもんですか。一応協会に調査をお願いして聞いた結果、はい、大丈夫だと思います。どうですか、またおさんとちょっとご相談して、なんかもっと資料が必要であればまたおっしゃってください。私からも、まあ、この点は下手をすると新規参入の阻害要因になりかねない話なので、ちょっと慎重に扱いたいと思いますのでよろしくお願いします。他にはいかがでしょうか。何か離島についてはないか、はい、いや出なくていいですか。いいですか、はい、調整機能の有利の要件についてということで、現状、皆さん大きな発電機には必ずついているかどうかなんですか。でそれはどういうくらいの割合でどういうふうについているか、その25万の企業で含めてね、なんかそういうのが分かるようなことってしやすいと思います。でだってそういうのがないと、
あ、そうか、そしたら今度新しく建てるのに、あ、そういう状況があるんだったら自分もつけなきゃいけないね。あの、私たち重要可能側からすれば当然つけてほしいと思います。あの、安定のためにもね。だけれども、そういう現状がちょっとよくわからないままに今お話を聞いてたので、どういう状況なのか知りたいと思います。それだと言ってしまえば当然は借りられないと思うので、なんかそういう資料があったかも。当社の場合ですと、家族であれば一応こう認識を認めるということでは組みされているようになりますけど、まあ、何がしかの機能は必ずもうついているのは分かるけど、まあ、それは どの程度の機能かということの、あの、この点についてはありますか、その発生状態にその紹介ってあるじゃないですか、そういうのの中にそんな細かいことまでは書いてないか。いや、あの、結局、あの、大きい時に落としてもらうためのそのツールでになるわけですよね。あの、どっかで調整しないといけないときに、誰かがその調整役を担わなきゃいけない、その人にあのその仕事を担ってもらうためのものですよね、これっていうのはね。だから、あの、そういう機能を持たないと参入できないといったときにですね、あ、それ当然あるべきだと思うんですけれども、あの、その作業者が火力にしかないというのが私があって、作業者が同じようにして言われてそのあたりで私たちは全然分からなくて、だから LNG の書きましたか、だけ増やしてたのをよく聞く、ああいうことをしてもらうための機能ではあるんだと思うんですけれども、 LNG の持ってない人もよくしてるかもしれません。いやいや、ありがとうございます。先増やしと言いますように、地域の価格などの電気の変化に合わせて燃料調整をする機能、非常に綺麗な生活で水温の高さを控えています。全体の需要に合わせて調整するわけではなくて、一機能って、そうですよね、需要に追跡させてる、瞬時瞬時に追跡させてる、そうですね。そういう能力がいらない、できない発電ですよね。そういうことができない発電所、それにはついてるんですよ。そういうものは、まあ、小規模は当然そうだと思うんですけれども、例えば原子力とかに伝えたら、どうしますか、あの、資料を発注しますか。分かった、分かりました、ちょっと話し合いましょう、はい、それはこっち側の問題だ、はい、はい、はい、分かりました、はい。パトロンさん、はい。ちょっと、メールのために確認したいんですが、先ほど私はそう聞いたような気がしたんですが、電源の入札とされると、で電源の入札するためのこの要件を要求したんですよね。それで、はい、それで、当然その要件を出したときに、あの、なんていうか、意見を言う機会があったわけですよね。意見を言う機会があったんだけど、この条件が厳しすぎるから、もっと緩やかにしてくれっていうのはなかったのではないかと私は認識しているのですが、まずそれが正しいかどうかというのを見させてください。例えば、これを経て、それで、終わりでしたっけ、はい、で、示しして、これ確定した要件に通じて認識されました。だから、それについても特別の不条があったわけではないということですね。私はそういう認識だったので、特別おかしいとは今の段階では思わないということだったんですが、先ほど、あの、君からそのもし心配があるとするならば、それは東電さんにもっと調べを発注するよりは、むしろ新規参入者の方から、この要件はちょっと厳しすぎる、あの、コスト高くなりそうなんだけど、もう少しなんとかならないかって相談する方が建設的なのではないかと。東電さん、入札の時も含めて、十分調べられて、なおかつパブリックコメントもあったというわけなので、まあ、これはそれほど過重なものではないだろうという判断をしておられるわけで、それ以上東電さんに調べろって言われても多分変わらないと思うんです。だってむしろ新規参入者の方から具体的にこう変えてくれってコストが下がるんだけどとかっていうのを提案される方がむしろ建設的な気がします。それは僕も賛成なんですが、なんか沖さんが意外に物思いのいいことをさっきおっしゃったんで意外だったいや、あの、実はですね、東電さん25万なんだけど、もし岡田さんが言うと10万になるんですよ。間違いなく岡田さんは離島みたいにこう一つの、塊になってますので、
本土より比べて非常に経済に関して厳しい条件をたくさん持ってこられるんですね、発電所作るときに。そういう意味では、僕ら10万キロでもおそらくこのスペックをおそらく要求されるのはまずまず間違いないのが北海道産になるので、そういう意味では、ここでなんていうのは今25万ではなくて、僕らがよく作ってる10万機にもおそらく提供される話だと思うんですね。で、今までそういった機能は追加一切ないわけですよね。で、そういうことを考えると、確かにタクソ料金は下がるんだけれど、新規参入者にとってやっぱり発電所を作るときに、まあ当然ですけど、大分負担があるときに、こんな安いのかなっていうのがあるので、これは今、松本さんがおっしゃったように、まあ、自分たちが調べるその話なので、某電気メーカーに聞けばいいのかなと言ってはいますけど、はい、そこはあの確かに都電さんではないのかもしれないと思いますので、はい、いやいや、それはもちろん、最後はその充電メーカーが作る話だから、それはそこに聞いて、それで奥さんが聞いて、ちょっと教えてくださいよ、また。はい、いやだからいや結局ねそのどっちみちいる機能なわけだから誰かは負担しなきゃいけない。だけどそれがその新規参入を抑制する効果を持ってはいけないっていう、まあ、こういう話ですよね。そうですね、ちょっとそれは研究します。分かりました、ありがとうございました。ちょっとすいません、課長からじゃあちょっとそのさっきの火力入札の件ちょっとご説明いただけますか。先ほどの事務局資料の一番最後、資料4の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 4一番上のところをご覧していただければと思いますが、大事な建物のところがカタービンコンバインサークルで出てるとあって、これが非常に深みによる過剰な設備となる恐れがありますという、まあ、一応ご意見をいただいているような形になっております。でそれに対して、右側の方をご覧になっていただきますと、東京電力の方からですね、国会法という形でですね、価格が書いてありますけれども、ここで、大事なのは今日の最後の方をご覧になっていただきますけれども、応札者に対しては、金銭的な追加のご負担は発生しませんというふうに、まあ、こういうやり取りを経てですね、まあ、こういうふうに入札というところでですね、予算確保というところについてのその、話としてはクリアをしているという、まあ、そういうところにはあったということでございます。はい、ありがとうございます。調整としてはありがとうございました。他いかがでしょうか。さっきも申しましたように、離島の一件はまだどなたからのご反応がございませんか。いや別に無理に発言してくれたらもう申し上げたいけど、もしお忘れでしたら。今回同様10社の方にお伝えします。
ではこれで閉会いたします。どうも10社の経営幹部の方に総出でお出ましをいただきます。ありがとうございます。次回もよろしくお願いします。ありがとうございます。